はい、皆さんこんにちは。微分積分までね、あとほんの一息です。なので、まあ、頑張っていきましょう。今回は極限の性質ということで、公式だとか定理だとかを、まあ、淡々と並べていくっていう、まあ、回なんですが、まあ、さらっといきましょうね。はい、さらっと、まず、公式ということで、いきなり公式をドンと掲げてみました。でこれは関数の極限の話として書いてあるんですが、この数列でも全く同じような公式が成り立ちます、ね、ここに2つ書いてあるのが公式なんだけれども、この fx とか gx っていう関数を数列の例えば an とか bn とかに置き換えれば、そのままこの下の公式が成り立ちます、はい、そういうつもりで、まあ、見てください。いいでしょうか。じゃあ早速読んでいきます。2つの関数 fg がまずありますよと。で、その関数について、まあ、こういうことが成り立つと仮定します。つまり x をある定数 a に近づけた時の極限を取ってやった時に fx は α に収束すると。それから関数 gx は β に収束すると、ね、まあ、つまり極限の存在を仮定しちゃうわけです。もう、ね、極限存在しないこともあるけれども、ここでは極限が存在する時の話をしますよと、ね、で α とか β というふうに置きます、極限値をね。でこの時次のことが成り立ちます、はい、ということで、まずリミットを x を a に近づける極限を取って fx と gx の、足し算、これが α プラス β に、収束しますよということで、まあ、要するに足し算の極限は極限同士の足し算になりますよ、そういう公式です、はい、いいでしょうか、ね。で2番目は今度は掛け算です。ですか、fx と gx の掛け算の極限は極限同士の掛け算になりますよという公式です。いいでしょうか、まあ直感的にはね、すごく、なる気がしますよね。足し算同士の極限は、極限の足し算になるし、掛け算同士の掛け算の極限は極限の掛け算になるしっていうのは、まあ、なんとなくそういうふうになる気はすると思います。で、これ本当はまあ、数学なんでね、証明を本当はすごく証明するのが大事なんだけれども、ここはですね、皆さんに早く微分積分に触れていただきたいということもあって、まあ、涙を飲んでちょっと証明は PDF 資料にしておきます、ね、なので、まあ証明見たい人はこっちを資料の方を見てくださいというわけです。いいでしょうか、はい、こういう公式がとりあえず成り立つので、まあ、直感的にこうなりそうだなっていうことを、ね、自分の頭でこう納得してから覚えるようにしてほしいと思います、はい。というわけでこれまず公式です。で、まあ、今回こんな感じで淡々といくんだけれども、まあ、あまりに淡々といきすぎると、ね、つまらないので、ちょっとここでクイズを出しましょうか、はい、クイズということで、こういうあれです。関数、2つの関数 fg がありまして、で、常にこういう関係が成り立つとしましょう。今ね、前提として fx が gx より大きいと、つまりどんな x 入れてもこの不等号は成り立ちますよっていう仮定をしますね、前提として。でこういう状況であるのに、それが成り立つのにもかかわらず、ある点 a でこういうことが成り立っちゃうってことはあり得るだろうか、ね、こういうことっていうのは x を a に近づける極限を取ったときに、その極限値が fx と gx でイコールになってしまう、一致してしまうということはあり得るだろうかっていうことをちょっと考えてみてください、ね。まあ1時間も2時間も考えなくてもいいけれども、まあ、ちょっと1分ほどこれ考えてみてください。はい、ではどうぞ。はい、考えたでしょうか。はい、ね、まあこんな常に関数の値は常にこう fx の方が gx より大きいのに、極限値取ったら極限取ったら一致しちゃうなんてことがあり得るだろうかっていうことなんだけれども、実はこれはあり得ます、はい、そんなことあるんかいと思うかもしれないけれども、実はこれはあり得るんです。よいしょ、はい、でまああり得るというからには例を示さなきゃいけないわけですが、まあ、例を示しましょう、はい、例えばですね、よいしょ、
例えばこういう、関数を考えます。よいしょ。まず二次関数の、グラフを書いてみましょうと、ね、で二次関数のグラフを書くんだけど、ここでですね、この原点のここ原点のところだけちょっとこのグラフ穴を開けまして、原点通るんだけどちょっと原点のところに穴を開けて、ここの関数の値をちょっと上に引っ越しますよと、ね、上の1のところに引っ越してみましょうと、ね、こういう関数を作ります。これを fx とします。つまり式で書くならば、例えばこんな感じです。 fx っていうのは、ね、まあ、前回やったようなこう場合分け的な感じで書くと、fx は、まず x の2乗、二次関数、まあ、ただしそれは x が0以外の場合ですよと。で、x が0の時は値を1にしましょうと、ね、はい、まあ、こんなのもれっきとした関数になりますよっていうのは前言いましたよね。なのでこういう関数を考えられます。で、これを fx とします。で、もう一つの関数 gx っていうのをどうするかっていうと、こう常に0っていう関数にします。まあ定数関数ですね。常にどんな値を入れても0が返ってくるっていう関数です。はい、っていうふうにすると、まあ gx のグラフっていうのはこの要するに x 軸そのものですよね。まあちょっと書くとややこしくなるから書きませんけど、この x 軸そのものですとしてみると、これまず fx が、まあここに書いてある前提ですね、 fx が gx より大きいっていうの成り立ってますよね。だって、まず x が0じゃないところを見てやると、これは常に x2 乗だから fx は0よりちょっとは大きいわけで、ね、なので x が not イコール0のところでは fx は gx より大きいで、0のところを見てやるとやっぱり fx はここでは1だから gx より大きいですよね。なので、よいしょ、まず常に、よいしょ、fx が、はい、gx より、よいしょ、大きいっていうのはまずこれ成り立ってますよね。で、なおかつ、これ0に近づけるときのリミットを取ってみましょう。そうすると、まず fx からいくと、リミットの見えるかな、 x 矢印 a の fx っていうのを考えてみると、 a じゃないか、ごめんなさい、0ですね。 x を0に近づける極限の fx を考えてみると、これ0ですよね。ね、このそのままこいつを、よいしょ、0にどん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 近づけていってけばいいわけだから、これは0に収束していくっていうのが分かると思います。シューッとこういくわけです。なのでこれは0で、同じく gx っていうのをこう0に近づけていくと、まあずっと0なんだから、まあ当然0に近づいていくわけですよ、ね、なので、リミットの x を0に近づけの gx っていうのを、これどっちも0に収束するということで、極限値が同じ0になりますよということで、こうしてみると今のこの関数ですね、常に fx が gx より大きいのにある点、この場合0で、極限が一致するっていうことがありえちゃったわけです。というわけでこれ注意してくださいね。常に関数の値は常にこういう上下関係持ってても、極限取ったらイコールになっちゃうことがありうるっていうわけです。で、これを踏まえた上でちょっとね、次の定理へ行きましょう。はい、定理ということで、はい、常に fx が gx より大きい、まあ、あるいは下にここの、なんだ、不等号の下にイコールがついててもいいですね。だからこういう不等号かこういう不等号かのどっちかが成り立っているという前提で、で、この時さらに極限 x を、まあ、またある点 a に近づける時の極限を取ったと、ね、fx
ドーチエクスでそういう極限を取ったときに、その極限値が存在すると仮定しましょう、ね、その極限値が存在するならばこういうことが成り立ちます、ね、リミットの、X 矢印 A の FX はリミットの、GX 以上であるという、こういうことが成り立ちます。つまり、まあ、さっき、今さっきクイズで言ったように、この不等号の向き、不等号じゃないか、不等号はこういうふうに、下に等号がつかない形で成り立ってても、極限を取ったらイコールになることはあるけど、不等号が逆転することはありえないっていうわけです、ね、不等号が逆転することはありえず、だから、要はこういう不等式が成り立っているときに極限取ったら、その不等号の下にイコールがついて、似たような関係式が成り立ちますよっていうことを言ってるわけです。こういう定理が成り立ちます、ね、はい、ということで、極限取っても不等号が逆転することはないよというわけです。で、まあ、これもなんか直感的に成り立ちそうな気がするとは思います、はい、なんだけれども、これも証明している時間はないので、証明は PDF 資料に、添付しておきました。なので、見たい人は見てくださいというわけです、はい、で、まあ、こんな定理が成り立ちます。で、これの応用例を一つね、最後に挙げて終わりにしたいと思います、はい、応用ということで、今度は常に、3つの関数を登場させましょう、ね、FX、GX、HX でそれぞれこういう、まあ、大きい順にこう並んでるとしましょう、ね、FX が GX より大きいと、で GX が HX より大きい、ね、っていう不等式が成り立ってて、でなおかつ、この極限値ですね、 X を A という値に近づけた時の極限値なんだけれども、これが FX と、ね、FX と HX がそれぞれ α っていう値に収束するとします。つまりこの不等号がこうなんか3つ関数が並んでるわけだけれども、この、不等式の両端の関数 fx と hx が同じ、値 α に収束するっていうわけです。こういう状況を考えましょう。こういう時に、何が起こるかというのを考えてみると、ここでこの上の定理を使いますね。この定理が言ってるのは、要するに、なんか関数の間で常にこういう不等式が成り立ってたら、極限取った時にも、まあ、その下にイコールをひっつけた不等式が成り立ってるっていうわけだから、要するにこの丸一の不等式でこの全部の辺で極限を取ってやればいいわけです。そうするとこの不等号の下に、イコールがついた不等式が極限値について成立するって言ってるわけです。なので、こっち行きましょうか。よいしょ。なので、こうなります。はい。よいしょ。上の定理より、上の定理より、さっきの丸一式っていうのはこうなりますよと、リミットの x を a に近づけた時の fx が、イコールついた不等式、ね、で、まあ、さっき口で言ったことをそのまま書いてるわけですが、こうなって、こっちもちょっと消しますよ。で、さらにリミットの x を a に近づけた時の hx、はい、ね、こういう不等式が成り立つわけです。で、よくよく考えてみるとですね、先ほどの仮定丸2により、この両端、不等式の両端は同じ値に収束するっていうふうに仮定してましたよね。なので、この仮定、丸2を使うと、要するにこっちもこっちもイコールアルファなわけです。ね、これ一応式
式のガムを書いておくとこっちも丸みでアルファに収束するということなので、要するにこうですね、アルファのね、今のそのまま、書き換えてやっただけです。と、この GX の、リミット取ったやつっていうのは要するに上から下から α で挟まれているわけですよ、ね、こいつはこの極限値っていうのは α 以上であるし α 以下でもあるということは α しかありえませんよ ね。だってα より大きかったら、こっちに反するし小さかったらこっちに反するわけだから α そのものであるしかないわけです。なのでこうなるとリミットの x 矢印 a の gx これが α に等しいということになるわけです、はい、で、こういうことが成り立つんだけれども、ね、一応黄色で囲っておきましょう。でこういうのをハサミ打ちの原理とあるいはハサミ打ちの定理と言います、はい、これをつまり、まあ、こういう不等式があってで極限を取ってやるとこの上下の HX と上の FX がこう GX を上下からこうどん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 迫ってきてこうハサミ打ちにしちゃうわけですね、だからハサミ打ちの定理っていうわけですが、はい、これをハサミ打ちの定理あるいは原理ですね。という、はい、というわけでこういう、極限を求めるための一つのテクニックですね。要はハサミ打ちの、原理っていうのは、まあ、こういうのを、後々ちょっとだけ使うことがあります。なので、これは意味を理解した上でね、覚えておいてほしいと思います。ハサミ打ちの定理っていう、あるいは原理っていうやつです。というわけで今回はこの辺でおしまいです。まあ、今回やったのは、まあ、公式だとかこういう定理をやりましたけれども、どれも、直感的にはなんとなくね、なりそうだなって思うようなことばかりだったと、思います。なので、ただ闇雲に覚えるんじゃなくて、まあ、厳密な証明はいいけれども、まあ、なんとなくなりそうだなって納得した上で、ね、覚えるようにしてほしいと思います、はい、でそれでは次回いよいよ微分の章に入りたいと思いますので、ぜひご期待ください。それでは。